ときもちセカンドです。今日はね、韓国のコンビニで買ったこの CU の新商品ですね。フギンジャーチャルトッコチ、まあ、あの串団子なんですけど、ごまの串団子です。これあの新商品って言ったんですけど、私が初めて見つけただけでもしかしたらあったかもしれない。もちもちの黒糖お餅、お餅の周りにすりつぶした、ごまがついてて、中にもねごまのあんこが入ってるそうです。もう真っ黒です。ごまたっぷりって感じですね。あー、美味しそう。こちらのごまがついたお団子、串団子いただきます。ごま強い。ちょっと切ってみよう。はい、こんな感じですね。串のがついてた部分にちょっと、あれ食べた感じもっとしっかり分かるんですけど、ちょっと見えにくいかも。おいしい。相変わらずこのシリーズおいしい。ごまが一番すっきりさっぱりしてるかも。なんか甘すぎない。私これ好きかも。甘さ控えめ。中見せたいな。ちょっと見えやすいかも。こんな感じでごまのあんこ入ってます。お餅ももちもち美味しい。今までのに比べてね、ちょっとごまが食べにくさあるけど美味しいです。残り1本クマさん用に置いときます。美味しかった。以上、韓国のコンビニで買ったフギンジャーチャルトッコチでした。今日はね、韓国のコンビニで買った、これどっちも、ゼリー、韓国語でゼリーなんですけど、グミですね。韓国のコンビニのグミって本当に面白いのが次から次へと出るんですけど、まあ、美味しいかどうかは置いといて、ソーセージの形のゼリー、グミですね。で、こっちはね、多分スルメをイメージしてる、スルメイカ、グミですね。これね、イチゴとオレンジともう一個なんかの味があったんですけど、全部味は果物系だったから、多分こっちはね、普通ですよ、多分。味食べる的にはね。ただこれ見た目はね、ソーセージのやつなんですよ。これも全く一緒。よいしょ。ほら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 。だってグミだもんね。グミって何にでもなる。ちなみに私はね、オレンジ味を買いました。ほら。もう普通にグミだもん。グミか。でもこれ、めっちゃ噛み応えの少ないグミ。ちょっとグミに近いゼリーっぽい感じ。次、こっち。あ、ちょっと見せる前にさっき開けちゃったけど、これイカですね。スルメイカ。ちょ、これ入ってんだけど、コチュジャンマヨ味の、粉かな、スープ。ちょ、これはね、普通にまあ外からも見えた通り、イカの足の形で、色合いもそうなんですけど、ここに入れてくるのかな。そうだな。面白い。わあ、オレンジ色の粉が入ってる。入ってるよね。これでこういうことでしょ。こんなんなった。ほらほら、こんなの。ちょっと待って、これでシェイク。あー、めっちゃコチュジャンマヨの匂いが舞ってる。肌がムズムズする。うわー、すごいすごい。これちょっと面白いんだけど。かかった。待って、これ本当にスーパーのおつまみコーナーに売ってるスルメイカっぽいよ。最近のグミレベル高くない？できた。こんなのです。はい、ちゃんとね、イカさんの吸盤のブツブツもついてるっていう。いただきます。もうね、食感はグミなんですよ。でも、もはやこれはグミなのか。コチュジャンマヨの味がめちゃくちゃ強くて、すごい美味しいんだけど。このパウダーめっちゃ美味しい。バター焼き味って書いてるけど、コチュジャンマヨのパウダーでよくわかんなくなってる。粉振る前に1本味見すればよかったな。うわ、美味しい。これすごい美味しいんだけど。ただこれ好みかもしれないな。なんかよくわかんないんですけど、私は好き。よかったらチェックしてみてください。以上、韓国の、コンビニで買った面白グミでした。
今日はね、韓国のコンビニで買ったこのチョコパイハウスからね、新商品が出ました。これチョコパイハウスってチョコパイ専門ので売ってるお店なんですけど、ここね、いろいろと種類が今までにも出てて、ティラミスとかね、あとあのタングンケーキのやつ美味しかったんですよね。人参ケーキのやつがあったんですけど、今回これレモンも結構美味しそうだなと思って買ってみたんですね。レモンチョコパイ冷蔵のやつです。ほらほら、あ、いい感じに、これ真ん中にレモンのなんかつぶつぶか何かがクランチっぽいのがかかってて、周りはほらレモンチョココーティングですね。食べます。いただきます。この入れ物がまた毎回食べやすい。うわっ、これ美味しい。中がね、レモンクリームとマシュマロなんですけど、普通のチョコパイよりももっとしっとりしすぎないけど、すごい美味しいスポンジ生地で、周りのねレモンチョコがちょっと爽やかなレモンの香りで、冷たくてねパリッとしてます。あ、このマシュマロが溶けるんですよね。シュワッとしてるマシュマロ、すごい美味しい。うん、違う、これね、人参ケーキもめっちゃもちろん美味しかったけど、これレモンケーキもすごい美味しくて、多分ねやっぱりこのチョコパイハウスがね美味しいんだ。このチョコパイハウスのチョコパイはね、もうあのコンビニとかスーパーとかで普通に売ってるあの箱に入ったチョコパイ、お菓子コーナーのチョコパイとはもう別物って思っていいぐらい違う。チョコパイ美味しいの食べたい方はこういうの買うといいと思います。以上、韓国の、チョコパイハウスのレモン味でした。今日はね、韓国のスーパー、E マートで買ってきたやつなんですけど、ポンクワーズっていうやつですね。ポン菓子みたいな感じのやつなんですけど、クワーズっていうのは多分ね、ダックワーズのポン版、ポンクワーズで、こんな感じで挟んでるのかな。ダックワーズイメージの、まあ、パンみたいな感じかな。間のクリームがこれなんだ？インジョルミマ、あの、きなこ餅味ってなってますね。早速食べてみます。はい、あ、4個入りが意外と少ない。ここがね、結構大きいサイズですね。あ、なんかこんなきな粉のチョコっぽいのに覆われてますね。いただきます。本当だ、あのチョコパイのパイ生地の部分がポン菓子になってる。中はね、きな粉クリームが挟まれてる。美味しい美味しい。なんかこのポン菓子がもっと柔らかなやつかと思ったら、結構サクッと、確かにクリスピーサンドって書かれてるだけにクリスピー食感のサクサクです。うこれ4個入りだけど、1個はすっごいボリュームあって、食べ応えある。これ思ってた以上に美味しいよ。なんかこのポン菓子のサクサク感と、周りのねチョコ、なんかこのきな粉がまた合ってるのかもな。以上、韓国の、スーパーで買ったポンクワーズでした。